では開始してよろしいでしょうか。それでは始めます。2016年度のグランドデザインバイジャパンで第1回目のフォーラムを今日行います。今日は2016年5月8日日曜日13時から18時ですけども、いつものことですが30分ぐらい時間の調整で延長する可能性がございます。でタイトルは人の幸福動物の幸福共感の科学ということで、これは人の幸福動物の幸福というこういうタイトルをつけて、果たして、よかったのかどうかと私自身は判断できませんけれども、今回話を今回の中心的な話は私たちがこのプログラムで2年前から取り組んでおります健康長寿、健康的な加齢ですね、年を取るときに、健康的に年を取ると、その健康的な加齢の一番重要な要因として幸福、ハピネスということを考えたいというご提案がございましたので、その一環として今日幸福を取り上げようと。で、これが副題が共感の科学です。で、13時10分から渡辺茂先生、慶應義塾大学名誉教授、動物は何を感じているのか、認知から共感までということで、動物を使った心理学実験をもとに人と動物の幸福に関するお話をいただく予定です。それから第2番目の講演は山岡正幸先生で日本摂食障害治療研究所所長をされております。人間の絆、うつ不安とオキシトシンという形で、ご講演を賜ります。それから16時10分ぐらいから高橋秀彦先生、京都大学での先生で脳イメージングと共感と、こういうお話をいただく予定です。それから総合討議ということで、一応この時間を予定しておりますけれども、少しずれたりすることがございますので、適宜休み時間を取りながら、長丁場になりますけれどもご参加いただければと思います。では始めるにあたって、そういうお話でよろしいでしょうか。で今回5月8日日曜日ということで、お日柄が良いという以上に、実際には悪かったという形が思います。今日は連休の最後の日になります。それから日曜日です。で大変に日差しが明るくてですね、行楽日和という時にここに半日缶詰になるというのはなかなか大変な経験かもしれませんので、少しだけ外の風景をお見せしますとですね、ちょっと待ってくださいね、これ全部開けちゃうと眩しくなりますんで、外は大変に眩しくてですね、ごめんなさいね、こんな感じで眩しいということで、あまり眩しいと撮影がうまくいかないということで、もう少し暗くした方がよろしいでしょうか。井上さん、もう少し暗い方がいい。はい、入らない。はい、じゃあこれ少し外の風景を少し犠牲にする形で、こういう形でよろしいですか。あるいは完全にこういう感じですかね。ちょっと適宜時間を見ながら明るさを調節してやっていきます。それから冷房、はい、暗すぎる。ちょっとさっきの形がよろしいですか。こんな感じですか。はい、申し訳ありません。ちょっと外が非常に明るいので調整が難しいということですね。それから多少冷房が入っておりまして寒いこともありますので、後ろで適宜調整をしながらしていきます。で先ほど申し上げましたように、連休の最後の日日曜日、大変に天気が良くて、なおかつ母の日ということでですね、
いくつも条件が重なって、世の中は非常に幸福な日々になっておりますが、この中ではどうでしょうかという、そういう話だったわけですね。で、年度初めのフォーラムになりますので、少しだけ時間をいただきまして、このプログラムの趣旨をご説明します。初めての方に、この説明をするわけですけれども、略称でこのグランドデザインバイジャパンという英語名を使っております。で、社会の重要課題を、解決していく方法を考えたいということで、公益学際研究と公益社会人教育と。で、公益社会人教育というのは耳慣れない言葉ですので、どういうことなのかというと、専門領域横断的に集まって世代縦断的な教育を行いたいと、これをやっております。で、これはグランドデザインバイジャパンというのは慶応義塾の未来先導基金の助成を得まして、2010年に始めました。で、これ最初の2年間助成を得まして、その後恒常的に行うという使命というのを課せられておりますので、現在のところ6年終わりまして7年目に入っております。で、これも今年も続けるということで、これを行っていますということです。で、大学教育の限界を見極めて、それを拡張することを考えたいと。で、なおかつここはこの母体は経営管理研究科、いわゆるビジネススクールということになりますので、社会人教育ということです。社会人教育を一つのフォーラム、ベースにしましょうということで、オープンな専門家教育プラスオープンな社会人教育というのを行っていきたいということです。で、もう一つはこのプログラムで、射程に置いておりますのが、広域学際研究の場としたいということですけれども、これはなかなか難しいもので、また皆さんとご相談しながら実現していくということを考えています。で、アベノミクスを考えると、例えば事例で考えますと、経済成長しなければいけないと。で、未来への生産投資生産性革命ということを歌っているわけですけれども、そのミクロ的な実現というのは大変難しいと。社会的課題をどうやって実現していくのかということを実際に考える仕組み、あるいは実現する仕組みが実際には大変に稀だということで、アベノミクスの3本の矢の3本目がですね、なかなかうまくいかないということがあります。で、このプログラムは例えばそういうことを意識しながら議論していきたいと。マイク大丈夫ですか。で、結論としてもう一つ、私たちが6年間行ってきましたときに、日本の大学教育を再編、しなければならないということと、専門社会人教育の重要性とその課題を解決しなければいけないというのがありました。で、私たち過去どういうふうなことをやってきましたかと言いますと、2010年度は学生参加者が主体的に設定しました10本のプロジェクトを行ってきました。それから2011年2012年というのは、どちらかというと参加者主体というのではなく、東日本大震災の危機対応という一連のフォーラムというものを行ってきましたということで、これがですね、慶応義塾のホームページに載っております。で、2014年以降は健康的な加齢、先ほど申し上げました、これを中心的な課題の一つに取り上げて、実施中ですということで、今年度もこれを行います。で、今日お話を申し上げるのは、今日、この健康的な加齢、健康寿命の延伸の社会的実現の一環というふうになります。で、過去フォーラムでですね、過去2年ぐらいでどういうことを行ってきましたかということで、健康的な加齢に関しては、食、運動、あるいは最新の科学ということで、フォーラムを行ってきまして、いろいろと準備を行ってきましたということです。これは運動と糖化の影響に関する研究です。それから音楽療法のことを考えた。それから生活習慣病と認知症に関する議論をしてきましたと。
それから食と健康ということで物流インフラストラクチャーを含めて議論をしてきました。それから今日の話に関係するものとしてダブルケア、ソーシャルイノベーションということで若い母親が非常に育児と介護を双方を担当するということで負担がかかっているという話を用いた医療あるいは健康的な加齢の話というものを検討してきました。それから昨年の10月は今井慎一郎先生をアメリカからお呼びいたしまして、最新科学というものと心理学で高山みどり先生にお話をいただきまして、それから文部科学省の原課長にライフサイエンスの議論をいただきましたということで、一応我々の課題設定はどういうふうになっていますかといいますと、食運動社会的交流を重視して健康的加齢を実現する仕組みを考えたいと。で、今日それから次回ぐらいを予定しておりますけど心の健康を考えてみたいということですね。で、エピソードですけども食に関しては意外と議論が分かってきておりますが、高齢者の幸福、若者の幸福、乳幼児の幸福の中で若者がですね食事が非常に貧しくなっていると、それからストレスが高じているということがございまして、これを今後どう考えていくかというときに食事だけではなく心の幸福も高齢者、若年者、乳幼児を含めて考えていきたいというふうに思っています。で、我々はですね今日共感の話ということですけども、東日本大震災の危機対応というのを一連のフォーラムあるいは研究教育活動を行ってきたんですけれども、これを企画しているときに非常に企画者として忸怩たるものがあったというのはどういうことであったのかと、共感というのがなかなかですね、東日本大震災という大規模な災害があっても我々は非常に持ちにくい、あるいは直接被害を受けた人間というのは共感を持ちにくいというのが、実際上の意識でございました。で、今回熊本のですね、熊本大分地震というのがありまして、共感我々本当に持ちうるかというとなかなか難しい。私自身は熊本県出身になりますので、自動的に共感を持ちたいと思いますし、大分県の高校の出身ですので、これも共感があるわけですけど、それでも距離を離れているということでなかなか難しいですねということで、今日共感の話をその観点から私自身はその点についても興味を持っております。で、ちなみに2010年のプロジェクトで農業を研究した大津さんという方が今熊本県の阿蘇郡ですね、ちょうど地震の一番中心になったところで卒業生で農業に従事しています。慶応大学の卒業生でいわゆるアイターンということで農業これまでなさったことなかったんですけれども農業に従事するということで、大津さんを思い出しまして、お話をですね、地震の後お話をお伺いしましたらどうにか無事に行っていると農業あるいはということでありましたので、もしお時間がある方は後ほど Facebook あるいは2010年のですね農業に関する、発表をですね見ていただければと思います。それから最後になりますが、プログラム健康的な加齢に関しては皆様の協力をいただいております。名取先生、笹原先生は特にプログラムの企画に関してどういう論点あるいはどういうスピーカーあるいはご自身でのご発表ということをいただいておりまして、今日も最後によろしければ総括という形でお話しいただければと思います。それからこのプログラムというのはフォーラム形式で行っておりますので、毎回参加される方とそれから適時参加される方に分かれておりますけれども、皆さんの協力によりまして過去2年間健康的加齢を行ってきましたし、過去6年間このプログラムを実施しておりますので年度の初めにあたりましてお礼を申し上げますということで、長くなりまして10分のつもりが20分になって、申し訳ありませんので10分遅れでこれからお話を
実際の講演に入ってまいります。それでは渡辺先生、よろしくお願いいたします。スライドショーにしてよろしいですか。それでは渡辺先生、よろしくお願いいたします。慶応義塾大学の名誉教授の渡辺茂先生です。動物は何を感じているのか。で、渡辺先生はもう2年前になりますけれども、音楽療法の時の岩田誠先生のご講演の時にいろいろとご意見を賜りました。よろしいですか。これ外して、はい、これじゃあこれ外しますんで。そして、それから渡辺先生、慶応義塾の日吉でご講演をされましたときにも一部私は拝聴いたしまして、マウスと鳥のお話で、共感のお話をお伺いいたしました。ではよろしくお願いいたします。ただいまご紹介いただきました渡辺でございます。イントロの話を伺ってて、私のトークが何かこのプロジェクトにコントリビュートできるかどうか甚だ、心もとないんでありますが、なんとかお話をしたいと思います。で、繰り返しこのフォーラムに出てたわけじゃないので、特にオーディエンスの方のバックグラウンドとは全然分かんなくて、それを悩んだんでありますが、多分今日の話はほとんど動物実験ですけども、動物実験のというものにはまるで馴染みがない方が多いだろうと思って、まず簡単に動物実験ってどういうものかというお話を、したいと思います。で、私心理学研究室にずっとおりました。で、心理学っていうのは一番の問題は、初等中等教育で出てこないんですね。で、大学でも多くの方は選択科目でおとりになれば分かるけども、おとりにならないと一生そのアカデミックな心理学には接することなく過ごされると思います。しかしながら心理学というのはなんとなくこういうものだろうというふうにイメージは持っていらっしゃると思うんですが、それが例えば物理学とか経済学とかというものと随分ずれがあるんですね。普通の人が考えているのと、いわゆるアカデミックな心理学というので、それをまあ少しお話したいんですが、もちろん自分の意識の研究を最初しようということで割と新しい学問ですね。で、自分で自分のことを観察しようというので始まりました。普通に考えれば自分の心っていうのは自分にはアクセスできるけども、よそからアクセスできない。研究しようと思ったら自分で自分の心を研究するしかないというわけであります。で、すぐお分かりになりますように、そうすると私が私の心を研究するのと、姉川先生ご自身の心を研究するのではどっちが本当だか分からんということになりまして、やっぱりその人の行動を見ようと、人の行動を見るということは同じ研究者が同じ対象を見るということができるわけでありますから、行動を使おうということになりました。で、行動を使おうということになりますと、動物でもやれるということで心理学で動物実験って非常に盛んになりました。一番最初は擬人的に解釈するということです。動物の心の中には直接入れませんから、まあ、似たような行動をしたら我々と同じような心理的な過程が中にあるのではないかと、擬人法と申します。今でも使われています。例えばこれ、おいしい味への反応ってのはこうネズミだろうが猿だろうでも人間の赤子でも大体同じような表情をするんですね。それから痛みの評定をするときに、基本的には擬人法を使っています。で、擬人法っていうのだからまるで どうにもしょうのないものではない。しかし問題だったのはこういうことなんですね。ドイツで計算をするという馬が見つかった。で、ずいぶんいろんなことをやってのけるんですね、複雑な計算を。それで大きな、これを研究する委員会ができまして、調べた。で、いろんなことをやってもできるんだけど、できない条件が一つだけあった。それは周りの人が誰も答えを知らないとき、その条件においての馬はちゃんと答えることができる。答えはですね、この台をひずめでコンコンと叩くんですね。で、つまりどういうことかというと、
こう叩き始める。で、見てる人が今だと思った反応を見てるんですね。わざとやってるわけじゃありません。サーカスやなんかでやるのはもちろんわざと、ポケットの中で紙をくしゃっと握ったりいたしますけども、このハンスというのはそうではありませんでした。ですけれども、これを見てたということはですね、計算を人間と同じようにするんだから頭の中で計算をしてたという問題の考え方はやっぱりおかしいので、なるべく単純な原理で行動というのは、考えなくてはいけない、大きな教訓でした。で、ご存知の方多いと思いますが、ロシアのパブロフが条件付けというのを、考えました。で、犬の口の中にお酢を入れたり、あるいはお肉を入れるとよだれが垂れますけれども、その前に何か明かりをつけるとかメトロノームを効かすというと、それを繰り返していると、もともとはよだれが出なかった音とか光でもって出るようになってきた。それが条件反射の原理でありまして、実は単純なんですけども非常に多くのものが説明できるというわけで、先ほど行動主義という言葉が出ましたけども、この方が、そうですけれども、これで全部説明しようと、人間の心は全部条件付けで説明しよう、ということを考えられたわけです。これ有名なアルバート・ボヤットの実験というので、赤ん坊は生まれながらに白ネズミを怖がったりしないのですが、これ白ネズミは白ネズミを見せて後ろでドラを叩くというと、大体だんだんそのネズミが怖くなる。ネズミが怖くなるばかりじゃなくて、白いウサギを出しても怖がる。つまり僕らがいろんなものを怖がったりなんかするというのは、つまり条件付けだというのがワトソン氏の考え方であります。もう一人、時代がもうちょっと後になりますが、スキナーという、ハーバードの先生だった方がいます。この人がスキナーボックスと呼ばれる実験装置を考えたんですね。この方は慶応から名誉学院が出てます。でここにネズミが入ってますが、こういう小さい箱、先ほどのパブロフもそうですけども、周りから隔絶させて実験するというのがポイントなんですね。で全部機械仕掛けですから、スキナーさんがネズミをどう思っているとか、パブロフがこの辺でよだれが出るはずだと考えるとかっていうことと無関係に、そういう関係を断った、状態で実験をするということです。でこれがそのスキナーボックスというやつですが、一昔前のアメリカの心理学の研究室というのは、これこのプログラムなんですが、配線でパチコードでプログラムするんですが、それがダーッと並んでいるというのが一昔前のアメリカの実験心理学の研究室の風景でありました。こんな感じです。これネズミですけども、ここになんか刺激が出ます、ランプがつきました。例えばこれレバーで押すことができるんですね。後ろにマイクロスイッチがして、押しますとプログラムによって餌がということと弁別刺激 で説明できるというのが、このスキナーさんの考え方で、自分のお子さんをスキナーボックスを作ってそこに入れたというので、まあ、大変ジャーナリスティックにも、話題になりました。今はマシンビジョンが進んでおりますけれども、鳩の目というのは大変いいので、工業製品の品質管理に使われたり、あるいはミサイルの誘導に使われたり、さまざまな実用的なことも、なさいました。で、私は学部の時にその、スキナーさんに直接習ったわけではありませんけれども、その流れを組む研究室におりました。例えばこんなことをやるんですね。視力を調べる、これを動物の感覚を調べて
非常に基礎的な仕事になりますけれども、僕らはなんか戦火なんかあってそこにいて、向こうに調べるものがあって、例えばランドルト缶というこう切れ目の入った缶をだんだん小さくしたのをこう見せてどこまで分かりますかっていうのをやりますね。で鳥の場合はここにフォトセンサーがありまして、鳩がこのとこに頭の位置がここに来た時だけこの刺激が見える、しま模様と同じ明るさのしま模様でないもので、どちらかをつけば餌がもらえるっていうふうにいたします。ですから観察距離、見る距離は、きちんと決まっております。でできるようになったらもうちょっと細かくする、もうちょっと細かくするというふうに細かくしていって、どのぐらいまでいけば正解できなくなるかというのを調べる、そういうことでもって、視力を調べるわけであります。で、僕が学部の頃は非常にそういう細かい仕事が多かったんですが、同じ頃ですが、このハンシュタインさんというのは亡くなってしまいましたが、スキナーさんの後を襲ってハーバードの教授になった方ですが、すごく違う発想をお持ちになりました。たくさんの刺激を見せたんですね。昔ですから本当にスライドプロジェクターで写真を見せます。でその中に人が写っているか写っていないか、写っていればつつくと餌をもらえ、写ってないとつつくと餌をもらえない、これをやって、これさまざまな刺激が書いてあるんですが、丸は写っているスライド、スラッシュが入っているのが写ってない、スライドなんですけども、きれいにこれは区別ができる。しかも見たことがないやつでも今までの経験によって判断ができる、複雑な視覚概念が持てるんだと、いうことを報告なさいました。でこれが非常に先駆的だったので、その後フォローアップの仕事があまり出なかったですね。みんながちょっ と,、こういう考え方についていけなかったというところがあります。で私はそれを使って同じようなやり方で絵というものが見分けられるのかという実験をしたのであります。で、こんななんですね。あ、ちょっと待って、前の見せ、ここのとこに絵が映るスクリーンがあるんですね。で後ろにマイクロスイッチがついてて、つつけばついたということが分かって、ここで餌がもらえるというやつです。で、最初にやったのはモネとピカソの実験なんですけれども、もちろんこれはモネでピカソですけれども、僕らはたとえその見たことがないモネの絵でも、これはモネでしょうかピカソでしょうかって言えば大体はモネだって分かる。初めて見るピカソの絵でもピカソですかモネですかどっちだと思いますか、ピカソですってまず分かる。というのは僕ら頭の中に今までの経験によってモネの絵というのは大体こういうもんだ、ピカソのという概念をすでに獲得しているからであります。で鳩もできます。何枚だったかな、それぞれ20枚ずつの絵を使いましたけれども、きちんと区別ができるようになります。区別ができるようになるという意味は、ピカソの方で餌が出る鳥はピカソが見えた時について餌がもらう、モネの時はどうせつついても餌もらえなくてもらえなくつつく90% になるというのを判定の基準にいたします。 できた後でさあテストをしてみようということで、これ 4羽の鳩ということなんですが、こちらのグループはモネネをつけば餌がもらえるというグループです。初見のモネほぼ同じように反応するんですね。個体差が出てきますけれども、ほぼつつく、ピカソもちろんつつかない、初見のピカソやっぱりつつかない、ブラックマティスどうも一つのカテゴリー、この場合は普通の人間の言葉では印象派ということですけども、そういうくくりができるみたいな。こちらの鳥は逆にピカソの時に、つつけば餌がもらえるというやつですけども、初見のピカソでもブラックマティスでもやっぱりつつく、そういう一つの作風のカテゴリーができているというふうに考えることができます。もちろんこれはピカソの場合は青の時代とかそういうのが入ってなくて、キュービストのいわゆる僕らが普通に見て
これはピカソだよねというのを選んであります。でもつまりは鳩にとってはどんなピカソも同じように見え、同じように見えるのではないか。そうだとしたら僕らがやっていることとは随分違うというので、先ほど20枚ずつというのをやりましたが、その40枚の絵をごちゃ混ぜにして2グループに分けちゃいます。片っぽのグループにモネ、ピカソがあり、もう片っぽのグループにやっぱりモネとピカソ、ただし違うモネとピカソですけども、疑似弁別というふうに私ども言うんですが、それをやってもできるということは、全くみんな区別がつかなくて同じように区別はつくけども、まとまることがで、まとまることということであります。何が手がかりなんだろう。で、色はやってみますとちゃんとやります。で、キュービストと印象派というのは、印象派というのは日本画で言えば朦朧体ですから、朦朧とさせたらどうかっていうんでやってみましたけども、やっぱり、区別がつきます。僕がよく学生に言うのは、展覧会に行って画集を買うと、で有名な絵は色づりだけど後ろの方は白黒だ、後ろになると急に分かんなくなるっていうことはお前たちないだろうと。で、これはなかなか学生には分かりませんが、私は老眼鏡を外すと急にですね、ピカソの絵が印象派のように見えるということはないんですね。こういうことはね。それなので、鳥もさまざまな手がかりを作って弁別をしてるんだと。ところがこういう面白いことがあります。これは、1961年のニューヨークタイムズに出たんですが、ある展覧会で実は絵が逆さまに展示されてたっていうのを子供が見っけたっていうんで面白いっていうんで記事になったんですね。で、よく4コマ漫画なんかでも、大金持ちがピカソの絵を逆さまに飾って、それをやってみたんですね。で、モネの絵はですね、分かるんですよ。回転させると反応落ちるんです。ピカソの落ちません。つまり、印象はもちろん絵そのものでもなくても文字通り作者の印象っていうのはそこに投影されているわけですけども、僕らはまず何を描いたものかっていうのは分かる、実際の世界と絵の間の関係が分かる、ピカソの分かるのもありますけども、ギターと女って書いてあるからどっかにギターがあって女がいるんだろうと思いますけども、そうでないとかなり分からないですね。実際の世界との対応が非常にウィークですね。で、もちろん鳥はそんなに抽象的なことが分かるわけではないので、単なるものが揃っていればいいというふうに判断するだろうということであります。で、これはその後、ゴッホとシャガールでやったり、あるいは文鳥って他の鳥でやったり、いろんなことでコンファームいたしました。しかしこれは結局は刺激の弁別上手下手ということではありません。では上手下手できるかというのでやりました。難しかったのはですね、下手な絵を集めるということなんですね。上手な絵っていうのはもちろん画集を買ってきて写真撮ればいいわけですが、下手な絵の画集というのはないんですね。で、最初はすでに名画とされているものをディフォルメして下手にしようということを考えました。で、美学の方にいろいろ相談して、要するにそのあるものの大きさを変えたりしてバランスを変えたら良いと言われて、随分それをやったんですが、なんかやっぱり変なんですね。変だって意味はその下手になったというよりもなんか変な違和感があるんですね。少なくともそれで、慶応は幼稚舎という小学校がありますから、そこの図画の先生にのところに行きまして、児童画を使わせてほしいと。で、点のいいやつと点の悪いやつ、それをもらってきまして、これ分かりますかね、こっちとこっち、こっちいい点なんですよ、こっち悪い点なんですよね。で、ところにいいか悪いかというのはですね、難しいですね。図画の先生にどういうのがいいんですかっていうと結構もごもごするんですね。で、例えば
絵の場合はたくさんの色を使うとか、水彩の場合はたくさんの筆を使い分けるとか、テクニカルな問題はあるんですが、なかなかそのいいというのは、難しい。でもうちょっと本格的な美についても、一度美に関する国際シンポジウムを慶応でやったことがあるんですが、その時に芸大の油絵の先生も来てたんですが、で最後の方にやっぱりその美とは何じゃっていう議論になったんですね。ニューロサイエンスの方とか美学の方とか、なんかその、社会学の方とかいろんな方がいた時なんですが、でその美学芸大の先生なら分かるだろうと思って、先生つまり美はどういうことですかって言ったら、分からないっておっしゃるんですね。分からない、でも僕の前に持ってくればそれが美しいか美くないか立ちどころに分かるというくらい難しいものですね。それで先ほどと同じように鳩に訓練いたしました。これ下手、ごめんなさい、うまい下手で、訓練の時に使った上手な絵、下手な絵をきちんと反応が分かります。でこれが初見です。初見の美しい絵と初見の下手な絵、一応区別がつくんですね。でこの時いいのを忘れましたが、もちろん図画の先生の主観というのが入ってますから、たくさんサンプル集めて普通 の, 成人にクラスファーしてもらったんです。これは上手だ、これは下手。でそれを集めて、大体どの人でもこれは上手と判断する、これは下手と判断するというので、やって、そういうことが分かった。これは飛ばしましょう。それで、この時に結構みんなが鳩に美術が分かるかった、鳩はアートクリティックスができるんだとか、いろんな話が出て、僕はそういうことは言っていないのですが、これは、世間で割と、鳩にもこんなことができるんだという意味では面白がられました。ただ最近マウスをやってるんですが、マウスもできるんですね。これタッチスクリーンなんですが、これモンドリアン、これカンディンスキーなんですが、これはペアで出すんですが、それをやってきますと縦軸正答率です。で、難しいんですが、できるようになったところで新しいペアのカンディンスキー、モンドリアンに変えます。落ちます。やっていくとできる。もう一回変える、もうだいたい、やりたいのはカンディンスキーとモンドリアンの区別ねというふうになります。他もだいたいそうです。これはすごく優秀ですね。でこの赤丸がついたとこは今度は違う絵にしちゃう、ピカソとルノワールにしちゃう、ダメです。ガタッと落ちます。せっかく次々と変えてもできるようになったのはガタッと落ちます。覚え直すことはできるんですよ、覚え直すことはできるんですけど分からなかった。ということはカンディンスキーの絵はこういう絵で、モンドリアンの絵はこういう絵だというのはマウスでもできるというわけです。音楽、これは私の仕事ではなくて、他の方の仕事ですけれども、バッハとストラヴィンスキーの、今度はここに刺激が出るんではなくて、曲が聞こえた時に、例えばバッハの曲の時につつけば餌がもらえる、ストラヴィンスキーはもらえないっていうと、バッハの時だけつつくようにみんな区別ができるんだというわけです。文鳥で、これはうちで入ってます、うちでやりましたけれども、止まり木を飛び移るということをやらすんですが、これもやっぱりできるようになる。ラットもできる、レバーを押すんですが、これもバッハとストラヴィンスキーですけれども区別ができるようになる。金魚もやった。これはですね、ここに水中スピーカーがあってそこから音が聞こえるんですが、金魚はですね、上からビーズが垂れてまして、それを引っ張るとポトッと餌が出てくるというやり方です。実に時間がかかりました。一番長くかかったのは181日ですから、大学院泣かせですね。こういう実験を先生がデザインするとできました。ただしですね、これ新しいバーとストラヴィンスキー変えるとダメです。ですからできることはできるけども、本当にそれを丸がかりで覚えたという感じになります。あ、ちょっとずれちゃってるな、どうしたんだ。今の聞き分けの実験をやりますと、人でもラットでもハトでも文鳥でも金魚でもみんなできます、訓練すれば。で結局何をやってるかっていうと、この刺激の時に反応すれば餌がもらえるということをやってるわけですから、刺激感の区別が
あるいは距離がある程度あればトレーニングによってそれはできるようになります。しかし今日はそのお話をしませんが、好みがあるかどうかというのでやると出たのは人間と、人間が好みがあるというのは実験しませんでした。これは明らかです。これだけ音楽の産業があり、お金を払って音楽を聴きに行き CD を買いということですから、音楽に好みがあるのは確かです。それ以外は文鳥だけでした。それで、これちょっと前ですが、姉ちゃんが僕の実験を紹介してくれたあのコラムですが、僕らと名金だけだ。で、なぜか。その時考えたのは、僕らは非常に複雑な聴覚コミュニケーションを持っています。しかもこれは学習する必要があります。で、赤ん坊は喃語というのを喋りますが、喃語で人間らしい声だとお母さんがお乳を与えるとか、そういうことをする必要はないのですね。喃語を喋りながら自分で自分の言語を獲得していく。鳥も鳴金という歌を歌う鳥は実は生まれつき持っているわけではなくて、学習しなくちゃいけない。ある時期に、僕らの言語の同じです。その時にちゃんと歌になってない下手くそな歌を歌う、サブソングと言います。豚の切れ端ですね。そしてやがてちゃんとした歌にしていく。そういう複雑な聴覚コミュニケーションを持っている動物で、それを学習しなきゃならないものにとっては、ある種の聴覚刺激を聞くことが快感だというのはいいことなんだろうというふうに私は考えました。で、これから先は今ちょうど、投稿したばっかりの論文なのでデータはお目にかけませんが、デグーってご存知ですかね。南米原産の血種類なんですが、アンデスの歌うネズミというのが別名で、複雑な聴覚コミュニケーションを持ってる。やってみた。今の僕の説だったら、複雑な聴覚コミュニケーションを持ってるから音楽の声が出るだろう。出なかったですね。ただしその実験も含めて、全ての実験は西洋音楽を使ってた。で、デグーで、さらにデグーはチリが原産地ですから、チリの音楽からペルーの音楽、そういうものを使ってみた。そしたら俄然好みが出たんですね。ですからこの問題はまだオープンクエスチョンですが、鳴金と僕らしか音楽に好みがないということではなくて、おそらく実験者のバイアスがそういう結論を引き出しているだけで、フォークミュージックですね、その民族音楽ね、民族音楽というのはそこの環境が影響を与えてますから、それとその環境というのは人に影響を与えるばかりでなくて、そこに住んでいる動物にも影響を与えますから、おそらくそれはもうちょっと修正されたものになるだろうというふうに思います。髪の中の自分が分かるか。僕ら当たり前なんですが、動物はこれをやります。マークテストといって、厳密にやるのはですね、麻酔かけてる間に印つけて、目覚めた時に見せる、それを触るか、やるんですね。で、これチンパンジーですけどできます。これマークテストをした時に、どのぐらいその自分のところをこうやったかっていうのをスコアです。他の大型類人猿、オランウータンできるんですね。ゴリラができなかったというのが謎になってます。ただ一例だけあります。これココっていう手話を覚えたゴリラ、これだけができるので、一体大型類人猿は人間も含めて全部これができて、ゴリラだけ二次的に失ったのかどうかというのはまだ議論の最中。猿は全然ダメなんですね。鏡に鳴らせばいいっていうので延々とですね、小屋の中に鏡を入れといて5日間抜いてもう1回出すと何やるかっていうと社会行動だけ。ダメなんですね。他はどうかっていうと、いくつか例があります。イルカ、ここに印がついてますか、できます。シャチ、できます。ゾウ、できるんですね。でゾウは最初失敗したんですが、小さな鏡を使ってたんですね。それで、これ壊されたりすると大変なんですよね。大きな鏡でやってみたらできた。となるとですね、さっき大型類人猿と言いましたが、鏡の自己認知というのは離れた動物からコンバージェントした機能なんですね。イルカ、ゾウ、類人猿、みんな離れてますけれども、違うところでできた。
鳥ではどうか。ずいぶん前に何言いますか、鏡をカラスに見せるっていうのをやったんですね。ダメなんですね。これビデオを見かけると面白いんですが、もうつつくわ、羽をパタパタやるわ、ギャーギャー鳴くわで完全に社会行動、知らない個体に対する威嚇行動しか出てきません。で、ニューカレドニアのカラス、ニューカレドニア、カレドニアミヤマガラスというのが日本名だと思いますが、それは大変頭が大きくて、道具を作るとかっていうんで、鳥界のボノボなんですね、哺乳類で言えばね。ものすごく優秀だということになってるんですが、で鏡を使ってこういう隠れたものを見ることもできるのですが、共同自己認知はできないのです。例外があります。一つはカササギ、こういう鳥ですね。ここに印がついてます。やったって言うんですね。でもやったこと、正確に言うとやった個体がいたっていうで、ダメだった個体もいるんですね。鳩なんですね。もう一つはここにマークがついてこうつっついてるんですね。で、これをやったのはエプシュタインという方なんですが、こう考えたんですね。こう鏡で自己認知ができるというのはいくつかの要素的な行動があると。もちろん鏡がここにあるのはこれだっていう鏡が分かんなきゃいけない。だけどもう一つはですね、何かあった時に自分で、つまりマークテストをこう触りますから、それがなきゃダメだ。これとこれをきちんと訓練しておけば、そしてこう鏡を見せたら、これは鏡以外では見えないようなところにあってあるわけですが、自己共同認知というのは創発される、エマージェンスがあるんだという考え方でした。大変画期的でありました。このエプシュタインさんというのは先ほどのスキナーさんの晩年のお弟子さんですね。ところがですね、ダメだっていう報告が相次いだんですね。この人はそうですが、追試ができない。それでいくつか研究が出たんですが、なぜかですね、ペーパーになってないのですね。ペーパーになってないってどういうことかっていうと、学会発表とかそういうのは、外国の学会発表のそのアブストラクトってちょっと取るのが難しいですから、本当かどうかよく分かんないですね。この人は本のチャプターでかなり詳細に、紹介してるんですが、ダメで、私はそのエプシュタインさんも、それからこのトンプソンさんっていうのも個人的に知り合いだったので両方にいろいろ聞いたんですが、トンプソンさんの主張はエプシュタインに連絡を取って言われた通りにやったけどダメだった。でエプシュタインさんの主張は、彼は自分では実験やってないと、大学院生任せでやってて、そういうことではダメだというので、何とも言えなかったんですね。それで、チャレンジしました。実際に実験やるときはこんな感じなんですね。これをつつくかどうかというのをやります。お見せしますと、鏡があってこう見てこうつつく、おというんでこっちを見てつつくと、こういう感じなんですね。で、ちょっと細かいデータを見かけてもしょうがないですが、鏡をちゃんと見せてるときと裏返したいし、信じた場合、鏡をちゃんと見せるときはそういう反応がいっぱい出るけども、裏返すと出ない、他の鳥でもそうだということで、一応私はこれは決着がついてできるんだというふうに考えています。で、鏡の自己認知っていうのはこういうことなんですね。自分がこういうふうに動いたっていうのが分かります。それと視覚イメージのマッチングなんですね。僕らは街角でよくビデオがあって、あれ俺映ってるのかなっていう時に確認するために手を振ったりします。それなんですね。じゃあそれをやってみようというので、これをやりました。今度は動画です。鳩が動画を見ます。で、一種類の動画は今の自分、もう一種類の動画は記録してあった自分の動画、違いは自分の運動と視覚イメージがマッチしているかマッチしてないかというだけ。それをやりました。辨別ができます。で、その後ですね、今遅延を入れる装置というのがあります。なんかもともとは小沢征爾が世界中の国を同時に
指揮をするために遅れがありますから、それを調節するために NHK が作ったんだというふうに聞きましたが、その後民生化されてそんな高くなく入るので遅延時間を入れました。でご覧になったことのある方はかなり嫌な経験だと思います。自分がこうやって数秒経ってビデオがこれやるとかなり気持ちが悪いんですね。で入れました。どこまでちゃんと区別がつくかっていうと、5秒ぐらいまで遅延入れてもあれは自分の像だっていうのが分かる。でこれはですね、人間の子供はなかなかできないんで、これも私はそういうことはプレスリリースのそういうふうには書いてないんですが、3歳児と同じぐらい利口なんだ、昔のも入ってるな、3歳児と同じぐらい利口なんだというふうにこれも取り上げられました。さていよいよ大丈夫だな、共感です。これご覧になった方多いと思いますけど、電車の中に挟まれて みんなが自発的に助けたってので、これ世界中にこれは広まりましたね。いくつかのバージョンがありますけども、それです。で一応定義が必要ですから定義しておきますけども、多個体の情動表出、表出であるということが大事ですね。よって起きる情動反応なんだというのが一番広い意味での共感の範囲です。ですから個体感の減少であるということと、基本的にこれは情動反応であるということが条件になります。でこれが少々厄介なことですね。僕らが情動反応っていうのはびっくりして不随意な反応もできますけども、びっくりするふりができるってことはですね、これはコミュニケーションのツールでもあるんですね。情動表出にはわあびっくりしたってからテレビでしょっちゅう、どうして日本人はあんなに食べるものばっかりに興味があるのか分かりませんが、食べる番組って山のようにありますね。それで非常になんか嘘っぽく、うわーおいしいとかって言うんですね。あれそんなにおいしいと思ってるわけないんで、これはふりをしてるんですね。これが出す側、情報を受け取る側ですね。これに分かんなきゃダメ。血圧の変化みたいなものは普通には分からないですね。ですから分かるものでなければダメだ。いろんな反応が情動表出はいろんなものがありますけれども、見ている側オブザーバー、これデモンストレーターオブザーバーの役ですが、オブザーバーに分かるものでないとダメだというわけです。あれよいしょよいしょ。面白いことに自分が不幸な時にやっぱり自分も悲しくなる、これが一番ベースですね。そして他人が幸せの時にやっぱり自分も幸せ、ステートマッチングといいます。同じ状態になる。でこれが一番ベーシックなものです。で動物で調べますと、その話は、今日はスキップしますけども、これ相手が不幸なのは嫌だっていうのは非常に強くいろんな動物で見られます。で当たり前なんですね。動物が他個体が嫌な思いしてるっていうのは、これは自分にとっても危険なシグナルになる可能性が非常に高い。だから他の動物が他の個体が嫌な思いをしているのを見るのは嫌だということです。これが共感の一番元だし、おそらく、これユニバーサルモラルということを主張する人がいます。僕らの中には、文法が備わっているのと同じように、そういう非常にベーシックなモラルというのはみんなホモサピエンスが持っているという考え方です。おそらくそれはホモサピエンスではなくて、もうちょっと広がりを持っていろんな動物でもってこれは認められます。これがですね、人間はいくらでもこれ見られるんですが、動物で見つけるのは非常に難しいですね。いくつか私見つけましたけども、これは見つけるのが非常に難しい感覚になります。しかし面白いのはステートマッチングでないがものがある、他人が幸せなのは嫌だ、ありますね。もちろん他人の不幸が嬉しい、シャーデン・フロイドですね。なぜかこれは英語にもなく中国語にもなく
ドイツ語だけにあるので、オランダ語もそうだって言ってましたけども、よくドイツ人をからかうんですが、日本語もないですね。強いて言うと他人の不幸は蜜の味で、すごく長たらしい文章になりますけれども、こういう逆のものもある。で、どちらかというとそっちの話を今日はしたいと思います。つまり他人との比較で自分の気持ちが決まってくる、社会的相対評価です。これですね、秋風や小敷は我を見比べると、これ綺麗な格好してますけど、一茶はもちろん汚い格好してて貧乏服が多いですね。で、小敷が歩いてきて自分を見比べて、まああいつよりはいいかっていう、これですね。それからヘンリー・ミラーですが、大金持ちといえどもニューヨークでは不幸だ、これは僕はとても好きなんですが、まあ普通考えたら大金持ちで嬉しそうだけども、しかしニューヨークではもっとお金持ちがいるから不幸だ。面白いのはこの後、一方パリではっていうのは続くところがまあ面白いんですが、こういうのが、自分の状態じゃなくてその社会的な評価によって自分の気持ちが決まってくるという例です。社会的な条件を作りました。実験は基本的にネズミにストレスを与えるという実験です。で、あとの目標は筒の中に閉じ込めるんですが、もちろんストレスがないやつと、一匹で筒の中に入ってストレスを受けるやつ、それからみんなケージメイトです、一緒に住んでる仲間ですが、みんなが一緒に筒の中に入ってると、もう一つこれ自分だけ筒に入れられて、周りケージメイトはその辺をぴょんぴょん飛び回ってる、この条件を使いました。それでどれが一番ストレスフルであるかというのを調べたわけです。こういう採血用のホルダーです。一つは非常にダイレクトにコルチコステロンのレベルを測ります。入れといて採血して測るというやつです。まあストレスの時はまあ大抵コルチコステロンを測るというのをやりますね。もう一つ、ストレスには不思議な作用があって、その時ではなくて実験の前に、これは結構きついですが7日間毎日2時間筒の中に入れられています。でその後実験をするんですが、台の上に乗っててネズミが乗ってて下に降りるという電気ショックがかかる。でほぼ1回でネズミは覚えて下に降りなくなります。でその後ですね、台を取っ払ってネズミを入れます。ネズミはここではこの床はもはや危険ではないということを学習するはずです。でその後また台の上に乗せる、もうこれは大丈夫だって分かってたらすぐ降りるはずなんですが、このその前にストレスを受けてるっていうとなかなか降りなくなる。つまり嫌な記憶の増強作用っていうのがあります。で、何かの研究者は、つまりこれが PTSD の一つのモデルだとしてこの研究を一生懸命やってます。で私は別に PTSD の研究者ではないので、ストレス強度のインデックスとして記憶の増強作用というのを使いました。もう一つ、ストレス誘発性の体温の上昇というのがあります。筒の中に入れられると体温が上がるんですね。で、それをサーモグラフで撮りました。で空港やなんかでやるのと基本的にも同じものです。何がいいってストレスサーモグラフで測ると、完全にノンインベーシブ、動物は取られていることすらわからない、自由にフリームービングで、しかも同時に複数個体の測定ができるということです。で、他の指標はなかなかそれが難しいんですね。同時に測定するって、体温はもちろん直腸温でも測れますけれども、一時に測ろうと思ったら学生たくさん連れてきて用意どんでお尻の穴に体温を切れなきゃいけないですが、これはパシャッと写真を撮ればそれでおしまい。こんな感じに撮れます。赤いところが体温が上がっているところです。よいしょ。で、メカニズムは一応分かっていて、さまざまなストレスが来ますと視床下部から
放線核に行き、それが最終的にこれ肩にある、褐色脂肪細胞というところの代謝を促して熱を生み出すというのがこの SIH ストレスインデュースハイパーサミアの機構だということが、分かっています。で、私はその3つを使いました。コルチコステロンと記憶の増強とこのストレスインデュースハイパーサミア。これはこれを調べたものです。シングルストレスのやつと、それからみんなでストレスを受けたやつ。コルチコステロンを見ますとイコリティ、これは上がるんです。もちろん、これに比べれば上がるんですけども、シングルストレスに比べば少ない。記憶の増強作用、増強作用、ノーストレスに比べてシングルストレスだと記憶が高まる、なかなか降りなくなるんですが、その効果というのはみんなのと一緒のストレスの時にはそんなに出てこない。それから体温、シングルス、これはもともとのベースラインの体温からどのぐらい上がったかというのを示していますけれども、シングルストレスでは1度以上上がるのに対してこれだとそうは上がらない。つまりこの条件はこのストレスを軽減するということがいずれの指標でも分かりました。今度はこれ、自分一人ストレスがかかるってですね、コルチコステロン上がります。これに比べてね、記憶の増強作用、これがノーストレス、シングルストレス、それに比べてさらになかなか床に降りなくなる。そしてハイパーサーミアですが、やっぱり上がるというので、一匹だけだとストレスは高くなるんだ。だからストレスの強度というのは単に筒の中にどのぐらい入れられたかということではなくて、その時の社会的な状況に依存するんだ、ソーシャルコンプレッションに依存するんだというわけです。今は嫌なことの話、みんなと一緒にすると嫌なことがあってると、まあなんとか我慢できる、自分だけ嫌な目にあってのは嫌だ。今度はポジティブなやつですね。食べ物、こういう状態を作りました。このネズミもこのネズミも2匹とも大きなチーズを食べている。こちらもこちらも小さなチーズを食べている。これは自分は食べるものないんですが、こっちになんかただチーズが置いてあるだけ。これは何にもない。で、不公平な状態、これなんですね。自分は小さいけれども向こうは大きなチーズを食べている。この時にさらにこういうことを調べました。この条件、自分は小さいチーズなんだけども大きなチーズがありますよということと、プラス他個体がそこにいる、これは実際に食べてますよ、これは食べられないんですが、チーズがあってケージメイトがいる。そして最後は質的不公平って書いてありますが、固形飼料です、食べたことはないですが、まあ、あまり美味しそうではないし、チーズと固形飼料があれば間違いなくチーズの方を食べに行きます、こういうのを調べて先ほどの、体温測定をやってみました。同じチーズ、2人とも2匹とも大きなチーズ、2匹とも小さなチーズ、それほどこれベースラインからの増強です、増症ですけども、あまり上がりません。で、隣がチーズ食べてないでしょ、隣がチーズが何にもないって言うと、やっぱり隣にチーズが自分が食べられないって言うと、やっぱり体温はかなり上がります。ですけども、2回時間を空けて測ってるんですが、落っこっていくんですね。まあしょうがないや、隣にチーズがあるけど食べられないやということなんですが、これが不公平チーズ、自分が小さくて相手は大きい、大きい側は別になんてことはないんですが、小さい側は明らかに体温が強く上がるし、しかも2回目の方がむしろ高くなってるんですね。これはどういうことかというので、隣にチーズがあるだけというのと、チーズと仲間がいる、これ分かりにくいですね、
これです。これね、僕ら考えると食べられないんだから、むしろ自分よりも気の毒ですね。チーズがあって食べられないんで。これをやってみますと、なんとものすごく大変がある。固形飼料で質的な不幸をやりますと、固形飼料の場合もチーズの場合もあんまり出ません。ということは、ネズミにとってはですね、隣で実際に食べているというのと、食べてないんだけどもチーズがあって仲間がいる、自分は小さなチーズだというのはほぼ等価なんですね。僕らとちょっと違うところです。僕ら食べてるということは大事だと思いますけども、これは仲間がいて大きなチーズがある、自分には小さなチーズしかないというので、同じようにストレスを起こすことができました。今のは生理指標です。ビヘイビアで見るときに、どういうときに幸せだと言えるのかというのを大昔に孫大夫という人がやりまして、まあ、動物が避けようとしないでそれを維持しているのが幸せな状態だ、維持しようとしない、それをできれば終わらそうとするのが、この場合はディストレスを使ってじゃなかったかな、アノーイングという昔の論文はちょっと言葉が今と違いますけども、そういうふうに分けています。まあ、何のことはない。縁側に猫を置いておくと、日向で日向ぼっこしている、動かないですね。日が陰ってくると、もういけないってね、こっちに行ってまたそこでじっとしてますね。それです。それで実験では、つまりは猫と同じですが、滞在時間というのを測ります。こういうことです。こちらでネズミがチーズを食べてます。ここはチーズだけ、どっちの方に、直接触れないですよ、どっちの方に行くかな、ネズミがチーズを食べてた、こっちはネズミがいるだけ、何もなくてチーズがあるだけ、ネズミがいるだけ、ネズミとチーズどっちがいいですかという状態なんですね。つまり今までのこっちに好きなら、そっちが気持ちよければそっちに長くいるだろうということです。これがなかなか難しいデータが出たんですね。どういうことかと言いますと、これイーティングメイトですから、隣にじゃないや、仲間が食べてる方に長くいるんですね。チーズがあるだけよりも、仲間がいる時よりも、仲間が食べてるところをたくさん行く。嫌だったはずです。先ほどの体温の上昇から見て、明らかにこれはストレスを起こすんだけども、そっちに行く。これはチーズがあって、こっちに何もないと、もちろんチーズの方に行く。これはあまり変わりませんでした。なぜこれ食べてる仲間のところに、それ自体はストレスを起こすにもかかわらず行くのか。では先ほどの体温測定と今の行動測定はやり方が多少時間とか装置とか違いますから、先ほど言いましたね、体温測定は他のと全く同時に計測することができるので、同時にやってみようというので、この条件、食べてる仲間とこっちはチーズ、こっちの方に行くかこっちの方に行くか、どちらも食べられないでしょ自分はね。それでやってみたところがこうです。ごめんなさい、今の行動テストの装置でやって、その時に同時に体温も測ったということですが、こっちに長くいます。そして体温はちゃんと上がります。ということはストレスフルなものなんだが、嫌なものなんだが、そこに行かざるを得ない、行かざるを得ないって言ってそこに見たがる、嫌なものを見たがる。で、お話はしませんけれども、いくつか動物実験で本当は嫌なはずなんだけども、そこに行きたがるという例はあります。おそらく僕は人間でもあって、いわゆる嫌なニュースでも聞きたがるっていうのは、そういうようなことだろうと思います。で、そこまでが実験のお話で、多分、それだけだとあまり何のためにまたね、このプロジェクトのシンポジウムに出てきてるのかわからないと言われるかもしれないので、あとは少しスペキュラティブなお話をします。このさっきから今お話したの、つまり相対評価の問題なんだと、
相手との評価で自分の絶対的なものではなくて社会的な評価で問題になるのだという話をしとるわけです。で、経済学者は大昔から近代に至るまでこういうことを考えてたんですね。資本主義は定常状態になるはずだとか、いろんな技術的なイノベーションがあって労働時間は少なくなって、それで十分なものが得られるから定常状態になって、その余暇の時間というのをもっと人間的に素晴らしいことに使えるようになるはずだというのんきなことを考えていたわけです。で、ところがそうではなかったですね。働き続けてんですね。必要なものはすでにもうもっと少ない時間手に入るんだけども働き続ける。さすがにケインズは多少それが分かって、ニーズというものとウィッシュというものが違いがあって、ニーズというのは定常状態があるんだと。だけどウィッシュは限りがないんだと。ウィッシュというのはつまりソーシャルコンパレーションによって出てくる相対評価、それは定常状態がないんだ。その起源は何か、ダーウィンですが、ダーウィンの悪夢と言われているものです。ダーウィンは自然選択でいろんなものを説明しましたが、どうも説明できないものがある。クジャクの羽だ。で、自然淘汰ではどうもこれは説明できないというので、ダーウィンの悪夢で彼は性選択と、メスが好むからだという主張を始めました。で、性選択のお話は随分長い話がいっぱいあるのですが、今必要なことを申しますと、問題は比較してくれということ。比較ということなんですね。大きな角も、庭しろの立派な建物も、僕らのアートも比較してくれ。見てくれ、見てくれ。性選択は常に相対評価。持った角を、もっとお金をということなんですね。で、ダーウィン自身はメスの美学っていうのは不思議なことを考えてましたが、今はそれは適応度指数、フィットネスインディケーターというふうに言います。で、それは基本的にもっとお金をもっと角で定常状態って飽和がないんですね。お金を人間で言えば、少ない労働時間で食うに困らない、ものがあって、住むに困らない家があって、寒くないだけの衣服があってもメスは獲得できないですね。それだけでは、あ、いけない。というわけで、その最後のお話はですね、ずっとお話してたのは、相対評価というのが自分の状態を決めるというのは人間に始まったことではなくて動物にもある。かなりこれは遡れると思います。そしてその相対評価がなぜ重要になってくるのかというのは、それはおそらく起源は性選択にあるだろう。で、我々人間も完全に、その決まり事っていうかな、そういう傾向のもとにあって、それが、ニーズとウィッシュが違うというふうに経済学の方が人が言い、もう十分なのに働き続けているのはそれだと、いうのは、つまりはバイオロジカルな起源はそういうものだろう。で、ご清聴ありがとうございますということです。はい、じゃあマイクをお持ちします。ちょっとこちらをお借りして、先生こちらに、はい、お話ありがとうございました。慶応大学医学部の志村と申します。今相対評価には飽和
がない、あの限りがないっていうお話があったと思うんですけれども、で、まあ、動物は相対評価、自分と他人を比較することに割りがないですと。で、人間も、まあ、ある種そういう動物だっていうお話だったと思うんですけれども、で一方で例えばマインドフルネスですとか最近のアクセプタンスの流れですと、自分と他人を比較しないことで幸せだとか、自分と他人を比較しないで自分自身を 100% 受け入れるということで幸せが得られるっていうふうな、あの研究結果とかもたくさんあると思うんですけれども、そういう動物的な、いわゆる動物脳ですか、動物脳的な部分と人間にしかない部分の違いみたいなところとか、お感じになっているところありましたらお聞きできたらなというふうに思っています。それは完全にあのバイオロジカルな進化じゃなくて文化進化ですね。あのタナザルを吸って休んずるとかね、はい、そういうのはもともと僕らはそうではなくて全く定常状態がないものをずっといくんですが、それをやって多くの動物は滅んでんですよね。それをずっと突き詰めたがゆえに、で僕らは幸いなことに多少インテリジェンスがあって文化進化というものがあって、そうではないというムーブメントだと思います。で本来僕らがそういうふうに持ってるとは僕はあんまり思えないですね。と我々がそういう、まあ、インテリジェンスがあることによってそういう文化的進化ができましたと。で自分と他人とかを比較しないでより幸せになるっていうことができるかもしれないと、うん、でそれはどのようにしたらより社会がそういう社会になっていったらよりいい社会になっていくかなというふうには個人的に思っているんですけれども、どうしたらよりそういう人が増えていくとか、どうしたらそういう知的なマインドが増えていくというふうに感じていらっしゃいますか。私はそれに関しては大変ペシミスティックで、あの一定程度そういう人は一定程度割合でそういう人がいるとはその通りだと思いますし、増えるかもしれないと思いますけど、みんながそうなるとはとても思えないですね。ありがとうございます。いかがでしょうか。ありがとうございます。あの姉川先生と一緒にあの今週の企画させていただく名取です。よろしくお願いいたします。あの2つ質問があるんですが、1つはあの、まあ、先生の動物実験っていつも論文で拝見すると非常に緻密なんですが、あの先ほどの社会的ストレスを受けた、ね、マウスでいろいろやられてるじゃないですか。私はどちらかというとそれで健康寿命と寿命に興味あるんですが、そういう社会的ストレスを受けたマウスと受けなかったマウスで平均寿命に差があるんでしょうか。あの僕は正確には知らないんですが、一定程度ストレスがあった方がいいというのが一般的な考え方ではないかと思います。で、先ほど一応あのコルチゾールとかコルチステロンを測っておられたんですが、はい、まあ、あれが出すぎれば多分寿命は縮まる。私の知る限りそういう論文がないんで、なんか社会的ストレスがね、ずっと受け続けたマウスというのは寿命が縮まるのかなという。あります。それは体重も減るし、あの死に至るのはありますね。それはかなり強い、要するに絶えず負ける喧嘩に引っ張り出されるというようなストレスですね。先ほど あのチーズはあの餌の状態なんかで、あの程度では大丈夫だと思いますね。あの程度は許容なんですか。あの体重も測りましたけども、あの筒に入れるやつだとあの2時間筒に入れておくとあの体重減りますけれども、あのチーズやなんかだと全然一応体重測ってるんですけど、それはないですね。ただ一方であの先生ご存知のようにね、最近あの、まあ、マウスもとかラット使ってカロリー制限、まあ、昨年10月にあの姉川先生にあのワシントンの今井先生においでいただいて、まあ、カロリー制限でサーチュイン1の遺伝子の、働かせれば寿命は伸びるというので話があったんですが、そういうカロリー制限というのは一種のストレスですよね。でも僕の記憶ではしかしあのマカクワでは出なかったというふうに聞いてるんです、うん、ただ一応マウスなんかで、例えば鳥獣犬とかやってんでは寿命、が 40% とか伸びるのは、そうです ね出てるんですが、でもその猿で追試したところを猿では出なかった。 あれ2つあって、ちょっとあの実験の仕方の問題だったと思いますけど、あの興味ありますのはね、まあ、カロリー制限というのは人間にとっては多分ストレスになると思うんですよ。やっぱ食べたいものは食べられない、でも健康長寿のためにはいいんじゃないかという説もあるんで、まあ、マウスの場合ね、先生がそういう社会的ストレスを与えて寿命がどう健康中どうなるかと同じように、例えばカロリー制限によってね、あの、まあ、マウスが社会的ストレスと同等以上にね、なんかこうコンペンセートができるのかなと思って、そういうような
実験のご計画ってないですか？いや、今のところ考えてないですけど、あの面白いと思います。ぜひあの測定されるのに、先ほど体温上昇と、はい、まあ、コルチステロンですか、で測定されてるんですけど、まあ、できることなら最中に遺伝子なんかも測定いただいて、そうですね、それは面白い。それやると多分もう先生の方はあの先ほどのお話でバイオロジカルにね、説明できて、やっぱり人もやっぱり動物として本来どこまで能力を持ってるかそうですね、説明できるんじゃないかと思ったんです、なんかあの前週のお坊さんなんて食べ物は随分あのカロリー足りないんだと思いますけど、結構長生きの方いらっしゃいますよね。ただあらごまやなんか食べてるからですか？まあ、どうもいろいろ調べてみますとね、これはあの日本だけの例じゃないと思うんですが、いろいろ鳥獣国とか鳥獣村とかって話聞くと、割と粗食なんですよね。で粗食なんですけど、イメージとしてはなんか高齢期に入ると粗食はダメのような気がしますね。代謝が変わってて、だから本来先生の実験でですね、社会的ストレスなんか与えるときに、例えば青年期のマウスと、老齢期のマウスでどうかとか、そうですね、そういうことをやると多分今先生が言った、お坊さんの話にもつながるんじゃないかなと思う。それは年齢の問題ってのはマウスは割と回転早いですからやれるので、ただ先ほどの実験は多分この記憶間違いなきゃあれですよね、2年24ヶ月以内のマウス、そうです、1年以内です、みんなですよね。だから老齢マウス使うとそのまたちょっと別の枠だ、ね、老齢マウス使うとなんか逆に出ちゃうんじゃないかなって気が最近してて。ああ、そうですか、僕はやってないです、あの老齢マウスの実験で。ぜひ先生の実験は緻密なんで、はい、それやっていただくと、なんとなくこう若い世代に、ね、向いたライフスタイルと、老齢期で健康という観点では違うんじゃないかなという気がしまして、それはぜひやってみたいと思います。ぜひそういうものを出していただいて、はい、できることはバイオロジカルなデータもう少し増やしていただけると思いました。最初の質問の確認なんですけれども、ストレスがあってマウス長生きするかあまり寿命には関係ないのかというのは確定した結論があるんですか？いや、強いストレスをかければ早く死ぬというのもこれは明らかだと思います。それは非常に強いストレスをかける。そうですか。で適正なストレスレベルがあるかどうかというのはなんとなくそういう気はしますけども、はい、分からないですね。何かこうやっぱりこうそういうオプティマルなストレスみたいなのがあるんだ、多分今のところ言われているのは完全にストレスがなければ多分長生きはしないんですね、ある程度のストレスが必要で、かけすぎたらまたダメだというのはいろいろ酸化ストレスなんかでは言われてますけど、医療経済学という分野で疫学で調べている結果としては、所得分配の不平等自体がそれ以外は全く同じ条件だとして、所得分配が不平等であることで寿命が短くなるとか病気になりやすくなるということが現象としては確認されてるんですけど、因果関係がわからないということなんですが、間違いなきゃそれある一定の収入以上は逆に落ちませんでしたっけ確か。いや、これはいろんなさまざまな研究のあれなので、ちょっと所得分配の不平等が健康にマイナスに働くというありましたね。それにのなんか因果関係がわからないというところで医療経済学の疫学は結論が出てるんですけど、結論が止まってるんですけども、先生はこのネズミの実験とかいうのはそれに何かつなげられる話かなと思ったんですが、その観点はいかがですか？所得からその下の生活までかなりストーリーが長いので難しいですよね。あ、そうですか。でも同じような食べ物は食べてんだけども、はい、所得が違うとかっていうグループをうまく見つければ、ネズミで所得の高いネズミとそうでないネズミというので不平等が分かるような形にして寿命を調べるという、それが分かればその医療経済学の結論がビシッと出ますという。ネズミお金使わないんですか？あ、そうですか。でもまあ、ある程度禁じることはできるかもしれない。はい。ごめんなさい。はい、他いかがでしょうか。はい、どうぞ。
マイクオンにして、あ、すいません、さっきとちょっと少しつながってるかもしれないんですけれども、あの動物でも少し性の共感をする動物がいるってお話があったと思うんですね。で、性の共感って自分相手の幸せが自分の幸せだと感じられるっていうことだと思うんですけど、でそういう動物でそういうことが起こっているっていうのはどういうメカニズムなのかなっていうところがお聞きできたらなと、非常に特殊な条件でなくて、でないと起きなくて、私がやったのはあのメタンフェタミンが起こす快感がありますね。それは隣でやっぱりケージメイトがメタンフェタミンを打たれてると強くなるという場合だけです。でモルフィンでは起きないんですよ。はい、友達が薬中になってると自分もハイになるっていうふうな、それはあの薬理学的にいくつかそういう実験はあって、要するにあの人間でも一人で飲むのが好きだって言ってもいいかもしれないけど、はい、一緒に飲むとあの楽しい、はい、アルコールの効果が上がると、うん、多分あのタバコやなんかも最初はそういう、社会的にあの飲んでる吸ってる人がいて一緒に吸ってっていうのは多いと思うので、はい、何かそういうのは動物でもある程度あの見つけられています。ですけどもなかなかそれがあの一般的なものにならないですね、うん、僕がやった限りではどうもステプランとは起きるけども、はい、デプレッサントはダメだという感じなんですね、はい、あ、なるほど。それはなんかあのエンパシーとか、なんかこう需要によるこう幸せとかではなく、こう薬理学的な基準による快楽によって自分も快楽っていうことですよね。隣が楽しくて自分が楽しくなるということで、はい、そうではなくてですね、他のネズミの幸せが普通のネズミにとって幸せかっていうのは非常に難しい問題で、はい、私が唯一やったのはやっぱりメタンフェタミンの実験なんですが、メタンフェタミンを打たれてるネズミと一緒にいるのが楽しいか、はい、楽しくないんですよ、うん、ですけどもそのネズミを事前にメタンフェタミンにさらしとく、はい、メタンフェタミンの経験、つまりこいつと共通の経験を前に持たせておくと、はい、そんなに強くはないけどもそっちに行きたがるというのは出てきます。あ、なるほど。ですから共通経験というのは非常に重要なんですね。うん、今のお話で共通経験があると、相手の幸せが自分の幸せだと感じやすくなる。少なくともそのメタンフェタミンの実験ではね。あ、なるほどなるほど、ってことは分かってらっしゃると。あの、それとちょっと似てないことになるんですけれども、そのネズミが深い、ストレスがたまるにもかかわらずチーズを食べているネズミの方を見てしまうっていうのはこうどういう理由とかが、普通に言うと情報化なんですね。インフォーマティブバリューなんですね、はい、でそのチーズを食べてる仲間、自分食べられないのを食べてるネズミっていうのは嫌なんだけども、それあの細かくクリアにはできないんですけども、はい、普通は情報化があっていくんだというふうに言われてます。でそれはあの例えば電撃みたいなのでもあの自ら進んで電気を受けたがるっていうのかな、うん、受けるっていう、はい、ある種の実験状況では、で普通はそれはあの電撃を受けるということは一つの情報感があってそれを探すんだと、はい、だからその嫌なものでも行くとか、うん、嫌なことがあるんだけどレバーを押すとかっていうのはその情報化なんだというふうに普通が説明されています、はい、あ、なるほど。と仲間がいないチーズよりも仲間が、はい、とチーズがいる方が情報感が強い、はいはいはい、高い、はい、っていうこと、はい、分かりました。ありがとうございます。いかがでしょうか。あの事実の確認として先ほど最後の時に先生があの性選択と比較ということを、比較が重要だというのを性選択ということで説明されたところはちょっともう一度要約で繰り返していただければありがたいんですけども、性選択というのはあのメスが選ぶので、はい、より良いオスということなんですね。必ず相対評価なんですね、はい、だからあのオスが何匹かいるときに あまりしけたネズミオスばっかりのときだとしけたオスでもメスを獲得する可能性はある、はい、で周りがすごく優秀なオスばっかりのところだと少々優秀なオスでもメスは獲得できない、はい、でオスは絶えず周りと比較して相対的にこのグループでは自分が
一番ならないとメスが獲得できない。今どのぐらいなことかっていうのは、そのメスは相対評価しますから、その中でのいつも相対的な値が、全体がどんなにかさ上げされようとも、さらにその中で上位を占めなきゃいけない。そのネズミの実験の時とそれが関係するということはないですね。ネズミは同じ年齢。今誤解をされたかと思うのは、その今ちょっとグループの話をしちゃったんで、ややこしくなったと思いますけども、ネズミにとっては どんなグループか、今どんなグループにいるか分かりませんから、はい、その中で絶えず相対評価されるという意味です。相対評価を解釈するときに性選択の話が出てきました。はい、期限は性選択だと思います。であろうということですね。他何か事実関係を含めてご質問ございますでしょうか、あるいは意見ですね。お話ありがとうございました。経営管理研究科2年のカナダと申します。私は今、修論のテーマとして美容サービスについて調べているんですけども、今日のお話を伺って、すごくその女性の美意識っていうところが、かなりその社会的に、動物的にも、生物的にも文化的にも、こう相対的評価を女性は意識しているなっていうふうに思っていて、で質問は最後の精査のところなんですけども、今の例ですとオスがメスを獲得するためにオスがその角の大きさとかそういうものをっておっしゃってましたけど、逆もあり得るんでしょうか。人間はちょっと特殊ですけれども、一般的に言うと選択権はメスにあってオスは選択権がないっていうかな、別の言い方をすると誰でもいいということなんですね。それはコストが全然違いますでしょ。子供を作るということですから、メス側は大変なコストがあって、例外的な種はありますけれども、一般的に言うと圧倒的にメスの方はコストがかかるので、メスがオスを選ぶ。じゃあ動物の世界ではメスが相対的に意識して他よりも良くなろうっていう行動は起きてないっていうことですか。例外的にオスが選ぶ出典があって、それはメスがやっぱり張り合うんですね。でなぜそんなオスにだけ効くようなメカニズムが、人類共通のものになるかっていうと、つまりそういうものはおそらく性染色体に乗ってるようなものではないと思うんですよね。オスの方がそういうふうに絶えずその大きな角っていうのをオスだとすると、そのお嬢さんもやっぱりそれを持ってる、そのオスにしか遺伝しないということではないですから。ですから種としてはオスでもメスでも、大きな角を持ちたい、大きな角を持ってるのがいいわっていうことになるんだと思います。ありがとうございます。他にいかがでしょうか。これも確認なんですけれども、先ほどのネズミの実験あるいは動物の実験というのは、だいたい年齢はとか他の条件は揃えてあるもので、そのチーズとかそういうものだけは違いますとか、そういうことになるわけですね。実験そうです。年齢を変数にして動かしたことはないです。例えばそこで性別の違いとか、それは辛い、ね、年齢とか、はい、あるいはそのネズミの中でこれまで幸福だったネズミと不幸だったネズミで何かこう違いがあるとか、なるべく何て言うんですか、人間的なこう条件と何か近い条件を作り出して調べるということは可能なんでしょうか。可能だと思います。はい、可能だと思うんですが、まあよくそれはお寿司しか使ってないじゃないかっていうのは割といろんなところで叱られるんですが。使うこともあるんですけれども、ちょっと面倒くさいんで、そうですか、もう一つ変数を増やすということになりますので、まずほとんど僕お寿司しかやってないです。それから前の履歴がどうなるかっていうのは、さっきちょっとご質問でこういう共感の実験をしていると前に同じような体験をしているかどうかってものすごく効くので、
まあ、それはある程度扱っています。ファミリーの、まあ、今日5月の連休の最後の日で家族連れの幸せそうな家族はたくさん電車の中に見かけたわけですけれども、その人たちの心の状態とシングルの心の状態というのはかなり違うような気がしてですね、ネズミで例えばそういう実験というのはあるんでしょうか。1匹だけで育てたもの、グループで育てたものというのはあります。ですけれども、家族持ちかどうかというのはそもそも普通にはオスは家族の中に入ってこないので、 あまりないと思います。はい、分かりました。他いかがでしょうか。いいですか。ちょっと最後サーモミターっていうんですか、こう、はい、温度を測るというのはあれはあらゆる生き物にも使えそうな道具なんですか。例えばストレスここで測るときにサーモミターで測ると誰がストレス持ってて持ってないとか分かる感じなんでしょうか。とするとかなり汎用性のある技術のような気がしますけれども、顔に出るというわけですね。人間の場合はそうですし、チンパンジーやなんかで顔温度を測っているのはあります。ただストレス誘発性のやつはその肩の、ね、少なくともネズミの場合は肩の褐色脂肪細胞が一番効いているというので、はい、肩をやっていますけれども、鳥だと目の温度が割と使えるので、かなりいろんなものに使える。何しろその、非侵襲性で同時にたくさんの個体のを測れるというのが、まあ、社会的な実験をやるときには非常に、それは人間に一番適応しやすいのは集団というか群衆がいるというときにカメラでそれを見ることができればと思ったんですけど、それは可能ですか。だと思います。 顔だけで分かる。僕人間のはちょっとあまりよく調べてないんで分からないんですが、はい、おそらくチンパンジーとそんなに変わらないと思うんでできるんだろうと思います、はい、空港なんかではあれは病気の、ね、はい、そうですよね。あれで分かるですか。集団でも分かるわけですね、なるほど、そういうことですね。なんかいろいろと適用可能性があるような気がしたんですが、ネズミと人間をこうつなぐような実験というのは先生ご自身はネズミで行った結果と人間が違ってたというような場面というのはございますでしょうか。正直に申し上げますと僕は心理学の実験室にいながら人間の実験というのはほとんどやったことがないんですね。はい、ので、人間と の比較をやったのもある、いくつかやったことありますけども、ストレスに関してはないです、はい、やったことは。なるほど。あと今日のお話で導入のところで音楽と絵画というところが大変に面白かったんですけども、あれは結論としては判別ができるということですよね。音楽ですか。音楽特に絵画のですか。あれは絵画の話はしてないと思います。いや絵画、ごめんなさい、絵画、はい、はいはい、区別できます。それはそれをどこのパターンとかそういうことはまだ分からないわけですね。ですね、はい、つまりいろんなことを一番昔にやった頃は本当に写真ですけども、今はCG がいろんなことができますので、はい、モザイクをかけるとかスクランブルをかけるとか、はい、いろんなことができます、はい、で、スクランブルをかけると例えば僕らはかなりダメなんですね。スクランブルかけられて分かんなくなっちゃうんですね、はい、で今日それはお見せしませんでしたけども、はい、鳥はスクランブルに非常に強いんですね、はい、ということは非常に細部のものが手がかり、細かいところが手がかりになってて、はい、僕らはどちらかというとグローバルなパターンみたいなものが優位で、ちょっと注目しているところが違うだろうと思います。音楽に関してはどう。音楽はですね、はい、音楽の区別がバッハとストラヴィンスキーでできてっていう時にいろいろ音楽関係の人に話を聞いて、何が手がかりだろうねというので不協和音じゃないかという話は出たんですね。それで
協和音と不協和音の弁別というのもやらせて、できるんですね、はい、で新しい不協和音でも一応それが分かるので、それができるということは分かっていますけれども、逆にそれだけが手がかりになって古典音楽と現代音楽を聞き分けているかどうかというのはちょっと分からないです。例えば絵にしても音楽にしても良い絵を見て好きな絵を見てこうストレスがこう低くなるとか音楽を聴いて寿命が延びるとかそういうことはございますでしょうか。慶応でのお医者さんがなんか手術をした後にネズミにモーツァルトを聴かすっていうのは去年か一昨年ぐらいにイグノーベル賞になってましたけど、 なるほど、はい、あるんだと思いますけど、ただ歌唱域が随分違うんでね、はい、僕らが聴いてるモーツァルトとは相当違うモーツァルトを聴いてることは確かですけどね、ネズミが聴いたとしても。人間で実験するというのが非常に難しい場合に、例えばネズミとか鳩を使って音楽とか絵画の効果を測るというのが逆にできるものかと思ってそういう質問を申し上げたんですけれども、音楽絵画でのセラピーとかミュージックセラピーというものを、はいはいはい、おそらくその時に問題になるのは感覚能力の差を考えておかないといけないということで、聞こえる範囲が随分違うので人間と同じような可聴域のものを使うというようなことが必要だと思います。それをすればある程度のことは分かると思いました。はい、よろしいでしょうか。では先生大変ありがとうございました。では10分お休みにして、再開をいたします。